私の夢はバンドを成功させて日本中の人に自分の名前を覚えてもらうことだった。たとえたった一人の人に呼んでもらえなくなっても。 Yeah, 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 yeah.うちのリハーサルは12時から1時間よ。お腹空いてたら今のうちにお弁当食べときなさいね。まだ30分あるから。ねえ、この6時からのランスルーって何？通し稽古のことよ。本番と同じことをするの。おお。リハからランスルーまでだいぶ時間あるけど、他に仕事入ってるの？今日はこの歌番組1本だけよ。生放送は初めてでしょ。集中して気合い入れてちょうだいね。じゃあランスルーまでの間出かけていい？あんた人の話聞いてる？集中よ集中。もうくさ。うん。その間車で寝てていい？寝不足で倒れそう。ここじゃ落ち着かないし。はい、OKです。騒がしいな、お前は。職場でも裏切り者。怖いよね、女は執念深くて。おい、レン、ちょっと話が。何？いいから付き合え。で、お前まだ？ああ、大丈夫。大丈夫じゃねえだろ、目がいってんだよ。ちょっと。ちょっとなんだ？癖にはなんねえし。なってんだろ、いい加減懲りろ。ごめん、もう絶対やんねえから。レン、心配しなくても、俺はお前からナナを奪う気はねえよ。そうだろうね。ヤスは昔から何でも俺に譲ってくれるもん。人のこと見下してムカつくよ。お前はナナがいねえとそうやって不安定になるんだ。ナナも同じなんだよ。ナナも過呼吸を起こしてる。このままほっといたらどうなるか分かんねえぞ。タクミとナナちゃんの一件で気づいたんだ。あいつは多分母親に置き去りにされたことが相当トラウマになってる。お前にはこの業界は向いてねえし、無理に状況を進めたりするんじゃなかったよ。
もう無理するな、アレン。お前は俺や匠とは違うんだ。理屈で物を考えずに自分の思うようにやれよ。そんなんじゃどの道長くは続かねえぞ。何回聴いてもいい曲ですよね、シャドーオブラブ。今日の出演もいい PR になるし、初回プレス分もあっという間に履けるんじゃないかな。そう、シングルいきなり80万はフライングだと思うよ。販売部外して売れ残っても責任取らねえぞ。そういやプラストは何枚なの？そう、これだけ話題になってればミリオン行くんじゃない？でもいくらガイアでも実績のない新人バンドのシングルを初回から80万も出したりしないでしょうし、うちがチャート1位は間違いないですよ。そっか。そうか。俺がガイアの人間なら打つ博打だけどね。初回100万、人ごとながらちょっとゾクゾクするよ。でも外したら大損ですよ。それでなくてもプロモーションにあんな何億もかけてるのに。だからだよ、ここまでやって元取れなかったらシャレになんねえだろ。とにかくうちより多く初回プレスして初登場1位取りゃ、さらに祭りは盛り上がるぞ。今は売れてるもんが売れる時代だからね。目新しいバンドのチャート1位の曲が店頭に山積みしてありゃ、好奇心でみんな買うって。とりあえずは。はい、オッケー。ありがとうございました。ねえ銀ちゃん、ランスルームまで出かけちゃダメ？しつこいわね。さては女のところ？そんなのいないから。女なんて魔物よ。銀ちゃん、車の木大丈夫？しんちゃん、空いてる控え室借りて寝る？いい、車のが落ち着く。なんか銀ちゃん、俺よりしんに優しくない？時間まで起こしに来ないでね。あの子若いのに体力ないわね。つうか銀ちゃんが体力ありすぎんだよ。ナナ、お前も控室戻って今のうちに仮眠取っとけ。そうだね、私は個室あるし少しは落ち着いて寝られるかな。一緒に寝る？もういいって。あら、ナナは個室で寝るって。なんで女だけ個室なの？魔物だから。何がもういいんだ、まだ何もしてねえぞ。しかしヤスって、なんでアーも人畜無害を貫けるんだろう。なんか煩悩を超越した坊さんみてえだ。やっぱ私への愛情はただの兄弟愛なのか。でもヤスだって一応男だし、たまるシステムなわけだし、ユリちゃんで抜いてんのかな。レンは1ヶ月も放置したら絶対他の女とやってるだろうな。別にいいけど、その方が気が楽だ。お疲れ様。何してんの？留守番？ああ、タバコもらっちゃった。物置きっぱなしで鍵開けっぱなしは不用心だろ。勝手に入る危ない人とかいるから。本当にな、人に見られたらどうすんだよ。出てけ。そんなに怒んなって。悪かったよ、1ヶ月も放置して。いや別に怒っちゃいないけど、それはお互い様だし。けじめつけなくちゃ。こんな風にたまに会ってお互いのこと話したり抱き合ったり、そんなクールな恋愛ドラマみたいな付き合い方、私たちにはやっぱり無理だ。ずっと一緒にいられないなら終わらせた方が楽になれる。レンだってきっとそう思ってる。ナナ、ちょっと話があるんだけど、時間ある？覚悟はしてたけど怖い。車の後ろに隠れてたの、待ちきれなくて。かわいいね、ワーゲンバス。目立つからすぐ分かった。
いいなあ、こんな車に毎日乗れて。移動の車が目立っちゃまずいと思うんだけどね。でもスモークガラスだし中は見えないよね。だから何でもできますよ。何する気？レイラさんのしたいこと偽らずに目を見て話し、それよりしんちゃんのしたいことをさせてよ。え、僕の？私はもうお客さんじゃないよ。でも思春期の少年のしたいことなんかやっちゃったら今までと大して変わらないよ。それじゃ意味ないし、おとなしくどんな話でも聞くよ。してあげるのとしてもらうのは意味が違うよ。座ったら。いや、そっちじゃなくてこっちに。いいじゃん、ここでイチャつきながらする話でもいいんだろう。さあ、それはお前次第だけど。何？なんかちょっと痩せたな、レン。ちゃんと食ってんのかな。それ変装のつもり？むしろ目立ってるけど。空き時間できたからミウの女優さん姿でも見とこうかと思って。ただのエキストラだよ。似合うね、銀行員コス。大人っぽい。なんか私今朝から口説かれてる気がする。いえ、そんなつもりは。ちょっぴりやるけど。大人をからかわないで。いや待て、俺ガキっぽく見えるかもしれないけどもう二十歳だから。そうなの？高校生くらいだと思った。あと3ヶ月もすれば21だ。1月何日？23。水亀座だ。うん、うちのバンド男は全員水亀座なんだよね。へえ。ミウは乙女座だろ。9月12日生まれ、 A 型。あ、俺も A 型。10代に見えるけどもう22なんだね。事務所のプロフィール見てびっくりしたよ。でも学年だと1個しか違わねえじゃん。それは交渉。え、本当はいくつ？27。ぎえ！そんなあからさまに引かないでよ。すいません。いいの、慣れてるから。さっさと仕事に戻りなさい。はい。終わった。7つも年上のお姉さんに相手にされるわけねえや。それでなくても頼りねえと思われてそうだし。支えてもらおうと思ってんだ。思ってるよ、めちゃめちゃ。無理だよ。私は子供の頃、自分は誰にも愛されない人間なんだと思っていた。だから16の冬、レンと結ばれた時は何かとてつもなく幸福な夢を見ているようで現実味がなかった。しんちゃん、私来週誕生日なの。おめでとう。おめでたくないよ、もう23だよ、おばさんだよ。若いじゃん。でも8つも年上になっちゃう。
7つだよ。僕も来週誕生日で16だもん。え、何日？11月1日サソリ座 AB 型。同じ。本当に？赤い糸だ。運命論なんか信じてないんでしょ？今信じた。愛する人に愛されるなんて私には奇跡だ。運命の相手だと思った。ナナ、してくれる？またあんた変態じゃねえの？いや、そういう話じゃなくて、結婚？無理。してくれねえと俺は死ぬ。死ねえよ勝手に。死ぬ時は道連れだぞ。半殺しにされて一緒に天国まで行ってしまった。私も変態かよ。顔色良くなったな、ナナ。少しは眠れたか？せえよハゲ、黙れ。何を？てめえがやる気がねえせいでまたレントやっちまったじゃねえか。しかもあのバカ図に乗り上がって。絶対結婚なんかしてやらねえ。顔色はメイクのおかげじゃない？ミカさんの技だよね。フェロモンのおかげじゃない？レンの技だよ。ナナの控室からレンが出てくるとこ見ちゃった。控室でやるとは大胆だね。違う。そりゃよかった。何がいいんだハゲ。隠すことないって。あんたたちが本当は普通にラブラブなことスタッフはみんな分かってるから。いや全然ラブラブじゃねえよ。あいつが勝手に忍び込んでただけで。ナナ、レンは生きがってでもガキの頃のまんまなんだから、ちょっとは優しくしてやってよ。頼むからさ。そっか、ヤスが人畜無害なのは別に悟りを開いているからでも、私を妹扱いしてるからでもない。ヤス！私が他でもない、レンの女だからだ。なんでこんな分かりやすい相関図に気づかなかったんだろう。なんか同窓会みたい。奇遇だよな。ヤスが捨て身で私を守ってくれるのは身動きの取れないレンのフォローだ。ヤスは私よりレンとの絆の方がはるかに強い。レンが生まれた時から一緒だったんだから、同じ施設で。たった一つの頼みの綱が切れた。どうしようもなくレンに溺れていく私の苦しみなんて誰も救ってなんかくれないんだ。逃れられねえ運命か。よう、ノブ、元気か？はい。なんでこの男はいるだけで人を地獄へ突き落とすんだろう。存在自体が悪。絶対こいつが大魔王。久しぶりだね、ノブ。しんちゃんも元気？お久しぶりです、レイラさん。出たな、生レイラ。とうとう来た。とうとう同じステージに。なんか見てるし。来た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 。はじめまして、ナナちゃん。トラップネストのレイラです。仲良くしてね。はーい。侮れねえ女だ。一番大きいのをねだりして買ってもらったの。ついでに模様替えもしちゃった。なーに、調子に乗ってわがまま放題やってんのよ。ちょっと甘やかされすぎじゃない？そんなことないよ。厳しくしつけられてるよ。いい子にしてないとお風呂上がりにドライヤーかけてやんないとか言うし。自分でかけろよ。早く8時になんないかな。まだ2時間もあるよ。時間は嫌でも過ぎていくから。それよりお腹空かない？なんか出前取ってよ。サラダとスパゲティでよかったらすぐできるよ。じゅんちゃん家のトマトでトマトソースいっぱい作ったんだ。へえ、あんたすっかり料理の達人だね。一目惚れの鉄人だったのに。うん、なんか結構好きみたい。つわりも収まってきたし、料理教室にでも通って鉄人を目指すよ。特技ができたんなら少しは状況も意味あったか。
でももし一人暮らししてたらきっとろくに何も作れないままだったよ。自分のためだけにはあんまり作る気しないもん。あは、わかる。人に作ってあげて喜んでもらうのが好きなのかな。こんな私でも少しは役に立ってる気分になれるから。それにナナの作るご飯はどれも味濃くてね、ほとんど毎日私が作ってたから上達もするよ。あんな塩分取ってたら絶対体に悪いって。じゃあ全ては教祖様のおかげかな。え、あんたと匠を出会わせてくれたのもナナちゃんなんでしょ。なんだかんだ言ってたけど、今までで一番幸せそうだよナナ。前より地に足がついてる感じがするもん。安心した。ねえハチ、あんたと匠を合わせたこと、あの頃私は心底悔やんでたけど、もしあんたが今もあの男のそばで幸せに暮らしているのなら、少しは私も救われる。たった一つの頼みの綱だよ。